で、これはパンキャンの生みの親ルーベン先生なんですけれども、ジョンズ・ホプキンスした時のお話です。こう言って学びましたのは、アメリカではですね、家族性膵がん登録という制度があるということが分かりました。で、ここでですね、いくつかのこれはアメリカのがんセンターなんですが、こういうところでもって家族性膵がんの登録をやりながら研究が行われています。で、日本ではですね、どうなのかと言いますと、去年の11月から大阪府立千住病センターの、ここはですね、検診の方法を開発する部署があるんですね。で、先ほど膵臓がんには検診の方法がないという話がありましたけれども、今は大腸がんとかですね、胃がんの方はもう検診の方法があります。で、今大阪府立千住病センターでは肝臓がんと膵臓がんの検診の方法を開発中です。で、ここでは去年の11月から家族性膵がんの方もですね、登録してフォローしてくださるという方法が出てきました。で、もう一つ、多分今年の5月ぐらいに東京の方で施設が発表できるかなと思います。で、アメリカではですね、こういったような方を対象に膵がん登録しております。大東近親者というのは親子供、それ親兄弟子供ですね、の中で1人膵がんができた人は何倍ってあるんですか、2人以上の方が登録の対象になります。それから1人でもですね、50歳前で膵臓がんに発病した方、あるいは3人以上でという、こういったようなのが条件となります。で、これがリスクなんですけれども、1人膵臓がんの患者さんが出ると大体 2.3 倍ぐらいです。2人出ると6倍、3人になると14倍から32倍と、こういったようなリスクになってきます。で、今はですね、アメリカの場合なんですけれども、こういったようなですね、これソフトウェアなんですね。で、家族歴をこういったようなものを入れますと、例えばこれ相談しに来た方がこの真ん中の、顔写真出てますけど、60歳の方だとしますですね、この人のリスクっていうのは大体、2.3%、 75歳までに発病するリスクというのは 2.3% ぐらいです。非常に低いわけですね。で、この方の実はですね、娘さん32歳なんですけど、この方は膵臓がんになりましたというのを分かると、じゃあこの方のですね、相談者のリスクはどうなのかというと 20.2% まで上がると。今ではですね、こういったようなモデルもアメリカでできてきまして、で、遺伝カウンセリングという方がいてですね、こういう方のカウンセリングもしてくださってます。で、ここに出てきますように、今最近分かってきたんですけど、乳がん、卵巣がん、膵臓がんというのに何か関連があるということが分かってきまして、そういう方たちのリスクが高いということも分かってきました。これは真ん中に立っている背の高い方は元のアメリカカーター大統領ですね。カーター家というのは膵臓がんの家系ということで有名なんですけれども、父親とそれからこうですね、兄弟3人膵臓がんで亡くしてます。で、これは遺伝子だけではないです。環境が非常に重要だということがここでは言われてまして、ピーナッツファームっていう、ピーナッツをこう作られてた家系なんですけれども、そういうことと関連があるんではないかなってことも言われています。で、これはまとめのような形になりますけれども、リスクのある方はぜひですね、注意してスクリーニングをしてもらってください。で、これはルーベン先生のスライドをちょっと借りてきたんですけれども、全病変でどういうふうになるかと、これ非常に面白い姿だったのでちょっと見せますけれども、膵管の一番真ん中のですね、その細胞ですね、平らになってるわけですね。で、これがどうなっていくかというと、だんだんポリップのように中に入ってきまして、こんなふうになっていくんですよっていうのをこれがん化するとこういうことなんですね。先ほどから話に出た IPMN なんですけども、こういう感じでですね、膵管の中でですね、ひだひだみたいな形になっていくんですねっていうのを見せてくださいました。で、これは田中正夫先生といいまして、日本膵臓学会の理事長の先生でおられますけれども、 IPMN でもって世界的なですね、国際ガイドラインの策定などに貢献された先生ですけれども、一つのシナリオとして IPM が見つかって、それを経過観察することでよって膵がんが早期に発見されるというのがいいですねということをおっしゃってます。で、パンキャンですけれども、患者さんのためにはこうやってアメリカのこれ資料なんですけども、これだけ、6種類ほど出てますできてますけれども、日本語で初めてこのうちのですね、膵臓がんの外観という本が、先月の28日ぐらいですかにできました。で、これは患者さん向けにですね、非常に詳しく書かれた本です。で、パンキャンではですね、エンサイクロペディア的なものを今作ってます。なぜかと言いますと、膵臓がん患者さんやはりワンストップでもって全ての情報が手に取る必要があるだろうということから、非常に詳しい本を作りました。日本語版が初めてできました。ご紹介させていただきます。あと私もパルズ電話相談センターというのは水木金ですけれども、2時から5時で
相談、メール相談も受けていますし、それから膵がん勉強会というのは、これ今東京だけなんですけど、毎月2回開催させていただいてます。で、近々ですね、4月からですか、大阪の方でもキャンサーナットさんと一緒になりまして、膵がん勉強会を月に1回ですか開催する予定でおります。から専門医に行くというメール相談もありますし、そうですね、膵臓がん勉強会というのをやっております。で、これは最後になんですけれども、まあ、全米では1万7000人の会員の方がおりまして、日本でもこれから会員を募っていきたいと思っています。で、これはですね、パンキャンの方では最後にサバイバーの方たちといいますか、こうやって記念写真を撮っていまして、参加、これだけの大勢の方が参加されたんですよって、先生方、それから患者さんの方も入ってるんですけれども、アメリカではサバイバーの写真を撮るっていうのはもう恒例になってまして、大勢の方がですね、前に集まりまして、えいえいおやーとかって元気よくエールを送ってですね、そこで写真を撮ったりなんかするんですけれども、まあ、それにちなんでパンキャンの方でも、セミナーやるときは必ずですね、最後にこのような形でもって、記念写真を撮らさせていただきます。この、松山のセミナーの後でも記念写真を撮る時間を取りますので、もしもよろしければ先生方とご一緒にこのセミナーに参加したんだということでもって記念写真に参加していただければと思います。今日は長時間どうもありがとうございました。